シンガーソングライター柴田淳47が7日、X ・ w ツイッターを更新。政治に無関心な俳優笠松賞31の発言を受け、試験を述べた。写真、政治に関心がないことを明かした俳優。6日に放送されたフジテレビ系、ワイドナショー、日曜午前10時では1日に発足した石破内閣について取り上げた。出演した笠松は、 僕は政治は全く詳しくないと告白。新内閣の人事やポジションについて、目的がずれているというか、良い場所にいるための話し合いであって、へーって感じ、と笑い、知らない漫画の13巻から出てきたキャラクターたちがこんなのやってるけど、誰だっていう、もちろん、知ってますよね、皆さんは、僕はちょっと勉強不足で、と率直に明かした。 フリーアナウンサーの豊崎ゆりえは、おっしゃることはわかりますけど、この後、選挙あるので、この人が今後どういうことを計画していることを見ておかないと、選挙行動に結びつかない、と説明するも、笠松は、でも、何か良くなったか、悪くなったかって言ったとき、くなってないが何年も続いているわけですよね。もちろん良くなっているところもある。じゃあ見てても見てなくてもそうなるんだったら。 他のことやった方が、と思ってしまう、と政治に関心が薄いことを明かした。